はいどうもこちゃくれです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで本日は2018年12月28日15時の更新で2018 OB 第3弾がついに登場となりました。まあ今日ですね、13時半頃から生放送の方でね、待機をやっていたんですが、いやー本当にその生放送で予想していたラインナップ以上と言ってもいいのかな、まあ本当にそれ同等というか、まあ本当に予想していた最高クラスの豪華なラインナップで出たんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあイベントネットスタジアムだったりとかっていうところは、まあこれも順当にいけば熱湯かなっていう話をしてたと思うんですが、まあその通り順当にいきましたと。いやーネットスタジアム本当に地獄なんでね、ちょっと年末年始ランキング走る方は一緒に頑張りましょうというところでございます。はい、でね、もう今回この OB 第3弾めちゃくちゃ激アツですよ。もう本当にめちゃくちゃ激アツということでね、まずラインナップ見ていきましょう。はい、いきます。まず西武から、西武石井選手ですね。はい、球威77、制球84、スタミナ75という能力でございます。はい、球種が1、2、3、4球種で、先発 S ですね。で抑えが C あるという適性でございます。まあ、先発抑えあって中継ぎがないっていうなかなか珍しいパターンですね。でパーム A っていうところはまあいいかな。このパームは結構打ちづらいパームなんじゃないかなと思います。はい、でコントロール20タイプに近いキレという特殊能力でございます。まあ西武の OB のところは結構ここまでそんなに激アツなラインナップ出てないぜっていうところだと思うんですけど、まあ多少どうしても現役選手とのバランスを考えると、まあ、現役で強い能力の選手がたくさんいる球団はどうしてもこうなってしまうのかなっていうところはあるんですが、でもまあ石井選手もね、9位 A まで持っていければ9位 A、正9 A っていうところは非常に使い勝手いいんじゃないかなと思います。で続きまして、ソフトバンクで今年は出ましたね、城島選手でございます。星の守備が B、 弾道パワー B、 そしてなんとミートパワー AA81、81の同値でございます。過去城島選手が出た時は、まあ、パワー型かな、ホークスの時はパワー型で出てたと思うんですが、ついにねデフォルトから同値ですよ。いやこれはもう欲しくてしょうがないですね。まあ、古田さんっていうキャッチャーの候補はまた他にも出てくるわけですが、とは言ってもこの城島さんは、いや欲しい本当に。超パワー比で保守回でしょ、保守回っていうところがどこまで作用するのかっていうところなんですが、超保守20丸と保守回の差、まあ、古田さんとの差はそこと、まあキャッチャー A と B っていうところなんですけど、キャッチャー B とはいえでも79なんでね、まあ、そこがどう作用してくるかっていうところでございます。はい、いやー激アツ本当に欲しい。で続きまして、日ハムで張本選手が出てきました。正直張本選手に関しては、張本さんに関しては巨人でしか出ないのかなと思っていたんですが、日ハムで出てきましたね。弾道高弾道、ミート88、パワー81、走力73という能力でございます。過去に巨人でもね OB で出たと思うんですが、その時の能力よりも多分強いですよね。去年だったかな、その時よりも多分強い気がする。張本さんの S ランク、去年じゃないか、一昨年ですかね、一昨年にも巨人で出たと思うんですが、その時の能力がこちら。あーやっぱ強いな、全然強い。まあ、守備の部分とかミートの部分は変わってないと思うんですけど、今のものの方が全然強いので、まあこの辺はやっぱりさすがだなというところですね。で特殊能力、超阿部飛持ってるのもでかいですね。最近本当に現役選手で阿部飛を持ってる方は少ないので、うん、阿部飛で組みたい方は張本さん候補になってくるんじゃないかなと思います。で続きまして、オリックス谷選手ですね。ここも新規登場予想に入れてた選手だったんですが、センター守備 B、 弾道中弾道84、73、76という能力でございます。はい、いやーこれも本当にセンターの守備、レフトの守備が B っていうところも魅力的なんですが、ここも同じく超阿部飛持っているというところは非常に素晴らしいなというところでございます。まあ、世代的にも谷選手のファンだったっていう方とかもたくさんいるんじゃないかなと思うんでね、個人的にも本当に巨人の時もそうですし、オリックスの時もそうですが、めちゃくちゃ好きな選手だったんでね、まあここは本当に魅力的ですね。で続きまして、ここですね、ロッテ落合さん。いやーついに来ましたよ。本当に今年はずっと落合選手が出るんじゃないかという話をですね、まあ、してきたわけだったんですが、ついに満を持して登場いたしました。弾道アーティスト86、86、58という能力ですね。いやーまさか同値で出てくるとは思わなかったな、正直。まあ称号で同値狙ってねみたいな感じで出てくるのかなと思っていたんですが、城島さんに続いて最初からデフォルトから同値というね、素晴らしい能力でございます。まあポジションで考えていくと、サードファースト他にも候補はいると思うんですが、とは言っても、うん、この能力だったらやっぱり使いたいし、セカンドもいけるっていうのは強いなというところでございます。はい、で続いて楽天が磯部選手ですね。69、72、66という能力でございます。はい、まあちょっとこのラインナップの中だとね、どうしても多少能力の部分で見劣りしてしまう部分はあるんですが、まあでもチャンス20丸持ってますし、楽天ファンだったらね、もう初代会長、初代キャプテン、ここは絶対取らないといけない選手になってくるんじゃないかなと思います。
で続きまして広島野村健二郎選手でございます。ショートの守備 B 弾道高弾道79-79-79の全同時ですね。まあちょっと A がないっていうところでは見劣りはしますが、とは言ってもやっぱり素晴らしい能力ですね。まあショートは坂本選手であったりとか、まあ TS で松井和夫選手とか出ましたが、まあバランスの能力、バランス的に見ていくと本当にこの野村健二郎さんは素晴らしいと思います。ショート田中康介選手が広島にはいますが、それでも野村健二郎選手は絶対必須級になってくると思いますね。で続いてヤクルト藤井選手でございます。77-68-77の9位スタミナの同値ですね。9位スタミナの同値は本当にね今貴重なんでね、貴重というか、まあ、結構数はいるんですが、まあ、コンボ的に考えたらめちゃくちゃありがたい選手になると思います。ストレート、スライダー、カーブ、サークルチェンジの4球種。個人的に大谷選手の投手を取り逃してしまったので、まあ9位スタミナの同値はぜひもう一人は欲しいなと思っていたので、まあ、手に入れられることができれば選択肢に入ってくるかなというところですね。で続いて巨人王選手でございます。いやーもう本当に今回やばいね、もう本当にやばいね、もうやばいしか出てこないねということで、80-89-64で能力でございます。はい、まあ、この辺はもうさすがですね。うん、もうパワー S、 ぜひもう称号まで行って目指したいというところでございます。個人的には2300持ってるんでね、そこから継承したいところでございます。で続きまして、大魔神佐々木選手でございます。85-78-59という能力ですね。はい、まあ、ここも3年連続かなで出てます。はい、ということで、まあ、さすがのホーク、この辺はリアタイでもね松井選手ではございますので、リアタイ4位としても欲しい方がいるんじゃないかなと思います。で続きまして中日大島選手でございます。弾道アーティスト79-82-60という能力ですね。でここもミートが上がれば、ミートパワー AA でっていうところもいきますし、ミートプラス3ができればミートパワー AA での同値、そしてアーティストというところなんで非常に魅力的になってくるんじゃないかなと思います。まあ、今年中日まだ OB 和田さんが出てないんですが、和田さんが出ないとなるとこの大島さんは中日の OB 野手最強になる可能性もなくはないのかなというところでございます。で続きまして阪神小林選手でございます。78-76-84という能力ですね。うん、ここもまあ9位プラス2ができれば9位型、じゃあ9位型じゃない、9位 A に持っていけますので、まあ、そこは非常にいいのかなと思います。球種の数も 1,2,3,4,5,9 種というところで、まあ少なくはないですね。うん、と思います。はい、まあここは江川さんとのね伝説の世紀のトレードなんて言われたこと、電撃トレードありましたが、そんな巨人に対しての巨人キラーを持っているというね素晴らしい能力でございます。はい、まあそんな感じで、今回この12名が追加になったわけですが、いやー本当に豪華すぎるね。本当にこの2018を締める、そして2019の頭という点では最高の OB たちが来てくれたんじゃないかなと思います。で今回はこの10連 OB セレクションをまず50連回そうかなと思います。で生放送の方で最後に10連だけ回したので20連目からなんですが、20、30、40、50、60までの、50連ですねを回していきたいと思います。で、まあ、その結果次第でランキングの走り方であったりとか追加回しを考えていくっていう感じにしていきたいと思います。はい、じゃあそんな感じでいきましょう。まあ一番の狙いはそうだな、とりあえず優先順位で言ったら、まあ、本当に落合さんも欲しいんですが、まあ、当然ながら DeNA 純正の大魔神佐々木さん、そして城島選手ですね。キャッチャーはなーどうしてもやっぱ欲しいですね。キャッチャーは欲しいで、城島さんを取るとなると、じゃあ今度田村選手が外れてくるのかって話になってくるんで、そうなってきた時にちょうど落合さんも欲しくなってくるという、まあそういううまいバランスがねこの追加はまあうまくできてるなっていう感じです。おお3の A ランク素晴らしい、素晴らしい、いい出だしですね。 OKOK、 じゃあ30連目いきましょう。ちなみにこれは確率で言うと、まあ多分いつもと同じなんですが 30%50% ですよね。 A ランクは 30%、 S ランクは 50% でございます。で今回ボーナスもあるんでね、本当に A ランクの OB 選手、 S ランクの OB 選手を引けるかっていうところがかなりキーポイントにはなってくるかなと。まあ現役でも A ランクはたくさん引いておきたいな。さあここ確定ですね。さらっと言ってしまいましたが30連目です。さあここ重要よ、この激アツ豪華 OB 第3なので一番最初に引く S ランク OB 選手は誰なのか。おお西川選手の A ランク2枚。おお現役素晴らしい糸井選手が来ました。いやこれは本当に能力的には強いですし、まあ、ただアニマを持ってるんでというところですね。はい、まあいいでしょう、ボーナス的にありがたい。じゃあいきます、確定分頼む。城島、落合、王、大魔神、この4枚欲しいですね。いきましょう、来い。小林選手の S ランクでございました。なるほどね、いやめっちゃ安心引くな。
めっちゃ阪神引く本当に今年。まあ本当に今年のガチャの引きを象徴するかのような30連でしたね。はい、40連目いきましょう。いやーそうか、まあなかなか最初から狙いを引くのは難しいですね。ただ小林選手もなスタミナ型、まあ阪神のスタミナ型でいうとメッセンジャー選手をこの間手に入れたばっかなんですよね。だからなかなか難しいか。はい、いやでも本当になんか阪神ファンに呪われても仕方ないぐらいの阪神引きを最近はマジでしている。この1年は本当に吉川選手の A ランクいいでしょう。さあ残り20連、50連目です。今回の動画の中で40連目、頼む。とりあえずまず確定外の 2.5% を引かないと始まらない。いやー厳しいか。まあ一応糸井選手のところで S ランクの運は多少使ってしまったんでね。おー鈴木誠也選手の A ランク、フランス選手の A ランク、なんか今日めっちゃやたら広島の A ランク引いてる気がするけどな。まあいいでしょう。はい、ということでラスト、いやー頼む、もう一枚欲しいな。動画的にも、動画的にももう一回見どころが欲しい。いきましょう、10連帯セレクション。とりあえず今回の動画でラストです。さあ頼む、ロードが長い、行きましょう。ただとりあえず今回サーバーダウンとかがなくてよかったですね。本当にサーバーが集中してエラーとか起きるかなと思ったけど、とりあえずそんなことはなさそうでした。さあ、いやー厳しいか。ラストバレンティンということで、まあどうだろう、ボーナス的にどこまでいったかというところが結構キーポイントであるんですが、ちょっと集計していきます。はい、ということでちょっとボックスの方の整理をしてきたんですが、とりあえず 380% までいきました。限界突破なしで、うん、というところでございましたが、まあまあまずまずと A ランクで一応組めたのはでかかったかなと思います。でここからまあ OB セレクションじゃなくて累計の方で契約書とかもあるので、そこでさらにボーナスパーセンテージ上げていくという感じですね。はい、いやーただまあ累計でもさらに OB 契約書があるんでね、まあ、そこも含めてまた狙いの選手を狙っていきましょう。はい、ということでね、まあ、今回もご視聴いただきありがとうございました。このネットスタジアムに関しては、まあ、過去にも何度も来てるイベントなんで、特に今回改めて動画は今のところ撮る予定はないんですが、ぜひ過去の動画ね、概要欄とかに貼っておきたいと思いますので、ぜひ過去の動画を見て効率よくね進めていただければと思います。まあ、基本的に契約書はすぐ開けましょう。もうそこは絶対条件になるので、 A ランク契約書だったりとか A ランクの OB 契約書ですね、ボーナス対象になってる選手の契約書に関してはすぐ開けましょうというところでございます。はい、まあ、そんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。 OB 第3弾のガチャは何連回すことになるのか、そしてランキングは何位を目指すことになるのか、次回の動画をお楽しみに。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。